ある程度の年齢5歳くらいになると、結構ある意味対等っていうか、親子でも、女同士の付き合いみたいな感じが出てくるんですよ。女の子でも、やっぱり可愛い時は可愛いけど、男の子との最大の違いは、やっぱ性別。そんな感じで育てちゃうから、自然と普段優しくされてる分、子供自体も優しくなっちゃうかもしれませんね。では、どうぞ。バラエティ番組で活躍しているタレントの松井直美さんが、ブログを更新。成人している息子さんと一緒に、舞台を見に行った後のやりとりを公開しました。優しい。それとも辛口。息子の一言。舞台に出演していた女の子のアクションに心奪われた松井さん。自分自身も習いたくなってしまったと言います。そこで、息子さんに、自分の決意を LINE で報告したのですが、歳なんだから気をつけてね。息子さんからは、年齢に言及する返信が届きました。これに対し、松井さんは、2ヶ月ほど前に始めたつけまつげは、すでにやめたことを告白。二人の絶妙なやりとりは、人々の笑いを誘いました。ネットの反応。息子さんに、ちょっとあしらわれている感じがいいね。私は、60歳超えてるけど、つけまつげって素敵だと思う。なんだかんだで、きちんと思ってくれている優しい息子さん。アクションができるとかっこいいから、ぜひ頑張ってほしい。そんな危ない習い事はダメだと言わず、気をつけるよう、松井さんに注意をする様子から、息子さんの優しさが感じられます。いつまでも、こんな軽妙なやりとりを続けられる親子でいてほしいですね。